SNS が自分らなくて、だからこうあんま告知するのが多分755ぐらいだったのかな。しかも755も個人じゃなくてグループしかなくて、そうだからなんかそんな自分配信できるものがなかったから、そうなかったからもう本当に出る精一杯のカスカスの声で握手会して、でも一応な書くものを用意してもらって書きながら握手やったりとか、ショールームも毎日その頃やってたから声出なくてずっとこうやってなんかもうカンペみたいなずっともうこういうのでずっとやって配信をやってたりとか、そうしてましたね。なんかやってたな、そんなこともすごいなんか面白いね。なんか発想が若いよねやっぱり。なんかどうしても仕事に穴を開けたくなくて、なんかせっかく来てくれるなんかファンの人たちにさ、なんか申し訳ないって思ってたからずっと、そうそういうのでね、なんかショールームとかだとねやらせてもらったりとか、あとここにショールームとかで言うともうここに痛い、ここにめちゃくちゃ動物の絵貼って、なんか仰天動物園とか、あとはなんか告知舞台やりますだったり何々に出ますとかの告知もめちゃくちゃ張り紙をここペタ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 壁にめっちゃ貼ってずっと告知してたりとかいろいろしてたし、企画もいろいろやったりとか結構やってたね。なんかショールームであんなに企画やってるメンバー私以外いなかったと思う多分。一番企画をいろいろとやってたなって思うし、そうですね、だから本当にショールーム、まあショールームの話になると、ショールームをやった始めたきっかけがここ3年生の時に、まあ、地元にいます、高校も落ち着きます、次のね進路とかのあれの時期だったか落ち着きます、暇です、仕事ないです。でも一部のメンバーはさいっぱい仕事してたわけ、やっぱ関東メンバーとかすごい仕事がこういっぱいあったりとか、まあ、近いからねいっぱいやってたりとか、なんもなくて自分がなんかあの頃はまだ SNS を全然やらせてもらえなかったから、このまんまだったらなんかファンの人こう離れていくんじゃないかなって思ったんですよ。そうんで始めましたそうファンの人に忘れられないために、始めましたショールーム。で当時はまだ22時までしか無理な年齢だったから結構大変で、22時にさ普通に、いやそうなのよ、無理な時結構多くてそうなんですよ。ですごくだからショールームきっかけでファンになってくださった方はすっごいたくさんいます。本当に一番私のファンになってくださったもうまあ5年前の統計で言うとよね、5年前の統計で言うとショールームとアンロケでもうファンになってくれた人がもうほとんどでした。5年前はショールームの姿面白いこの子、アンロケのこの子やばいやつでファンになってくださった人がすごく多くて、5年前はもう本当にそれきっかけですごいたくさんファンの人が来てくれて、たくさんの人がファンになってくださって、で本当にすごかった
めちゃくちゃ握手会もたくさんの人が来てくれてたし、そう、すごい本当にね、あれだったなと思う、自分でも。すっごい握手のれん人めっちゃいたのよ、うち。なんか最近しか知らない人は、そのゆりなちゃんに、ゆりなちゃんのレーンにたくさん人が並んでるって、ぶっちゃけあんま分かんないかもしれないの、そのイメージがもしかしたらあんま湧かないって思うかもしれないんだけど、その時期のですね、ゆりなちゃんの握手会のレーンは、本当に人が多かった。2列とかになってた。2列半とかだったんですよ。そうなんです。じゃ今じゃね、考えられないかもしれない。それはもう本当ごめんなさいって感じなんだけど、いや昔はそうだったの。なんかちょっと、昔はそうだったって、なんかすごいさ、やだ、おじさんとかが昔の武勇伝語る人みたいで、なんかすっごい嫌なんだけど、昔の栄光にすがってるみたいな。なんか嫌なんだけど、嫌なんだけど、昔はそうでした。すごいね、なんか、ショールームと、そう、おしま、そうなんだから、完売とかじゃなくて、シンプルに押し増しがすごかったんですよ。マジで。だからその完売数で言ったらそんなに完売はなかったんだが、押し増しがすごかったんですよ、とりあえず。完売してないから押し増しが使えたんだけどね。めっちゃ押し増しだったの。そう。今じゃ考えられないよね。私も、なんか考えられない。すごい、面白いって感じ。そうなんです。そういうことがね、まああったんですよ。で、そう、なんかなんでそんな人気あったんですか？知らない、知らない。それはファンの人が決めることだから、なんか分かんない。ゆりなちゃんに会いたいと思ってくれたんですよ、ファンの人が。ねえ。で、そう、いっぱいいろんなのとかやらせてもらってたし、あとはまあそうですね、今でもやっぱりファンの人たちの一部で一番やっぱり大人気なのはアンロケ。もうあれはマジで大人気ですね。なんかファンの人たちの中でもなんか大好きなのか知らんけど、もう本当に なんか、私としてはめちゃくちゃしんどい、いやもうしんどかった。本当にしんどかったよ。だって嫌いなものをやらされるってどないねそれって思ってた、10代の頃。だがしかし、もう本当に、やばかったの、富士急行かされてさ、私は本当に絶叫が嫌いで、ずっと十何年間、ジェットコースターに乗らずに生きてきたの。なのに仕事で、ジェットコースターに乗せられて、本当に、もう私、本当に嫌で嫌で、本当に嫌で、なんか何するか、ギリギリまでシークレットなんですよ。マジで言ってくんないの。ほんで、なんとかなんじゃない、なんとかなんじゃないみたいな感じになるわけ。待って待って待って、みたいな。そしたら、もう大泣きやねん。私も、なんか、本当に、富士急の回、山梨の回については、ぶっちゃけ笑ってんのオープニングぐらいしかないんですよ。もう、あとはずっと、うわーって言って号泣してるか、マジで死んだ顔してるか、もう笑ってないの、マジで。本当にやばかった。もう、それを見てくれてる人は、もう、マジでわかるけど、もう、富士急の、なんて言ったらいいんだろう、駐車場あるじゃないですか。あそこから富士山かな、見えるんですよ。こう、ブヨイン、グニョグニョグニョって長いやつね。で、あれ見て、もう、怖くて、なんか、いや、今と考えたらわけわかんないんだよ。でも私の、その頃は私はピョピョだったから、本当に怖くて恐怖でしかなくて、だって今まで経験したことがないの。そ
そう、もう降りた瞬間キャーみたいな、ジェットコースターの音とみんなの悲鳴、怖くて号泣。そしたら泣くじゃん、そしたらさ急に泣くじゃん。そしたらなんかさカメラ回されてて、あれ最初カメラ回ってなかったんですよ、普通にシンプルに私がついて号泣したから面白いと思ってなんかカメラ回されちゃって、そしたらスタッフさんとかもなんか仰天仰天今からあれに乗るんだよみたいな、めっちゃ煽ってくんので、こっちはさ何に乗るかも知らされてないし、この後どういう流れなのかも知らないから、もう怖いじゃんこっちからするとね、怖いのよ、怖かったんよ。そうでも号泣よ号泣。ほんさ泣かされるもんだからさ、メイクぐちゃぐちゃなわけよ、もう本当にマジでもう本当に。そうでそれでまあ高飛車にね初めて乗りましたよ、高飛車に初めて。もう3人でりんちゃんとひだと、なんかもうなんかやばかったな、なんかもう風圧で顔ブサイクだし、ひだちゃんだって老けてたからねあれ最初なんかだってさ、ひだちゃんさ富士急の後もさイベントでさフリップでさ老けた顔さらされてたもんね、マジでやばかったよね。そうめっちゃおもろかったし、もうなんかさなんかさもうさずっと喋ってるしね、うちこの高飛車でさこって上がってく、ずっと喋ってんの、ずっと喋ってんの、ずっと喋ってんのよ本当に。で終わった後のさ死んだ顔、この間のファンイベ壮行会のファンイベの時にもさ見せたじゃんみんなで、の高飛車の乗り終わった後の死んだ3人ショット。そうもう本当にさやばかったんよ、もう本当にもう本当に信じられないぐらい号泣してました私。大号泣ですよ大号泣。もうぶっちゃけた話、あれの顔は正直アイドルではなかったですね。あの泣き顔は決してアイドルの泣き顔ではなかった。ガチの泣き顔、本当にもうカメラ気にせずリアルにわめいてたもん。本当に切れてたし、もはや。もうめちゃくちゃね、なんとかなんだ、うわーとかずっと言ってたもんね、マジで。あれずっと言ってるんだよ、あれカメラさ。やっぱ編集して切ってるけどもうずっとあれだったからね本当に。でその後戦慄迷宮に、私お化けも嫌いなんですよ、もう戦慄迷宮にもガザレで、戦慄迷宮の前でも大号泣したし、もうやばかった、やばいやばい、もう本当にやばい。もうオープニング始まってもうそもそもその駐車場で大泣きし、じゃあ乗る順番を決めましょう、くじで引いて泣き高飛車ですって言われ、高飛車の前になんかちょっと水に濡れるアトラクションに乗ったの。もうそれでも怖いっつって乗るまでに泣き、乗って泣き、乗り終わっても引き続き泣き、高飛車の前で泣き、高飛車に乗って泣きもうさ戦慄迷宮のとこで泣き、もう本当に。でも戦慄迷宮の中でも泣き泣いてしかないのよ本当に、ずっと泣いてたんですよずっと泣いてて、もう本当にひたすらずっとメイクボロボロもうもはや泣きすぎてメイクめっちゃ取れてたんですよあの時。そうもうねすごかった、もう本当にもう髪なんかもぐしゃぐしゃになってたし、私めちゃくちゃ怖くて、でそこでなんかなんか私が嫌いなのは絶叫とお化けとトマトっていう、なんかファンの人も結構笑ってくれてた三単語ができたんですけど、まあ、あれは本当に考えてなくてシンプルに自分が嫌いなものを言った、まあね、流れを知らない人ははって思うかもしれないんだけど、あれは流れで見たら本当に名言だったんですよ、マジでマジで名言で、
なんかもうすごい爆笑してたの、スタッフさんも MC してくれた方も、もうほんと泣きながらね、泣きながら半切れで言ってたんですよそう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 、めっちゃ懐かしい本当にそう半切れでずっと言ってて、でもう「戦慄迷宮」はあの長いんじゃなくて、ちょっと10分コースみたいな、ちょっと短い尺のを用意していただいてでそれで行ったんですけど、りんちゃんが覚醒しまして、もうりんちゃんのライトの持ち方がこうなんですよ、こうこうやってりんちゃんライト持ってりんちゃんが先頭して行ってくれたの。もう私とひだがもう結構ダメで、私最後列なのだったので、さお化けってさ、人が一番後ろの人が行かないとわーって言ってこないんよ。だから私いつもわーって言われる人で、めちゃくちゃ怖くて、で私暗いとこもすっごい苦手なんですよ。で不意に来るあのお化けとか大きい音が嫌いなので、そう余計に怖くて、そうマジでお化けの中でも泣いて、なんなら若干過呼吸になりかけて、もうりんちゃんがなんかもう血が過呼吸になりかけて息が上がっちゃった時に、落ち着いてみたいな、はい吸って吐いてみたいな、もうりんちゃんが介護してくれて、そうね出てきて、そうバリッバリもろかったバリッバリ面白かった、本当に本当に楽しかったね。もうあれは本当に神回って言われてます、正直。もう本当に神回って言われてたし、後々もめちゃくちゃいじられてた、ぶっちゃけ。そう後々もすごいいじられてて、いじられ続けたバリ恥ずかったなあれ、やだ、なんかそうもうねっていうね、なんかその私でも正直あれが終わった後超へこんだんです。あのロケが終わった後私めっちゃへこんで、ショールームでも言ってたの、私絶対ファンの人減りましたって、もう終わりました私、もう最悪。それは何でかって言ったら、ずっと泣いてたし、もう顔ぐしゃぐしゃだし、なんか気にせずに泣いちゃってたから結構ぐしゃぐしゃで、もう結構なんかもう「いやなんでよ!」みたいな感じだったから、なんかそれを見て、やっぱアイドルの、私の中のアイドルって結構キラキラキュルルンみたいな感じのがすごいあったから、もう終わったって思ったら、逆にそれが面白いってなって、めっちゃファンの人が増えたんですよ。それきっかけでなんか見ましたみたいなんで、押し増しめっちゃ使ってきてくれて、めっちゃ増えちゃって、逆にね、逆にそうそう逆に増えて伝説でしたね。そうだから、その後さ、それこそ埼玉のさ林道、お化け屋敷の林道に行かされて、一人で行ったんですよ私。なんかはめられたし、あれめっちゃ、そうなんか林道に行く人を一人決めるみたいなね、怖いところでさ、お化けの話させられてさ、でさ負けた人が林道行くっていうのでさ、私になっちゃって、私が一人で林道を歩いて、そうめちゃくちゃ怖かった本当に。だって誰もいないんだもん、一人でだよ、こうやってカメラ持ってさ、行かされて、であれ調べたら本当ちゃんとガチのお化けのとこだったんですよ。でしかもちゃんとリアルにお祓いしてもらったっていう、そうでちゃんとお祓いしてもらうようのとこだったんですよ本当に。女の歌いながら行きました本当に、女の歌いながらでさ、なんかさ「会いに行こう」とか、で今でも思って、なんか「会いに行こう」とかって歌ってさ、あ「どうしよう、お化け会いに来てほしくないんだけど」とか、なんか意味のわからん一人でツッコミしたりとかさ、なんかさ自分で言いながらさ、自分でさなんか意味のわからんこと言いながら歩いとったんですよ普通に。でさ、で私は裏のその裏で、実は私が林道歩いてる裏でもう。なんか仰天、それもう戻ってこないかもしれないみたいな、仰天のことだからみたいな、戻ってこないかもみたいな、とりあえずもう時間が時間だから、そのエンディングを撮らないとやばいってなって撮ってたの。そしたらエンディング撮ってる途中で私帰ってきたのよ、ちゃんと尺に間に合わせて帰ってきてて、別に私あれ別にスタッフさんとかついてきて
ないし、なんかスタッフさんとかになんか誰かになんかそろそろやばいですよとかないのよ。ない、ガチでなくて、普通に自分で行って、でしかもなんか帰り怖くてダッシュで走って帰ってきて、帰ってきたら間に合ったのギリギリで、なんかえギャちゃん帰ってきたんだけどみたいな、えもう間に合った、うわーエンディングで終わったのよ。えめちゃくちゃシャックぴったりだったっていうそう、えそう、しかも小田かし役のスタッフに気づいてないのよ私、やばくねそうめっちゃタイミングよく帰ってきたんですよね、最高でした最高でしたって悩んねんって話やけど、なんか必死がいい意味でいいように作用してくれて、すごく良かったなって思いました。アンロキのね、トレナカ女は清水マリアでしたけども、なんか清水マリアとか大西桃香とかだったけど、でもなんかそういう意味ではね、いい意味で持ってた自分はだなって、逆に全力な感じが良かったわ。やっぱ頭悪い分なんか全力でやったらいい感じになったっていうねこともねありつつ、なんかでもなんかあそこね、ちょっと稲ちゃん切れがちみたいなところのキャラついちゃって、すごいちょっとそれは嫌だったんですよ。なんかすごい怖かってプンプンしてて、なんかそう嫌なことされてるからめっちゃプンプンして、もうみたいな、でそのもうって言ってんのがいいからってみんな煽ってくんのよいっぱいね。それでもうって言って、もうって言って、それでなんかちょっと若干キレキャラみたいになっちゃったのがすごいちょっと嫌だったけど、まあまあまあって感じ。そう、なんかそれはそれで面白かったそうね、なんかすごいね楽しかった。面白いよねやっぱりね、昔の頃の方がいろいろやっぱりやらせてもらってたからさね、なんかすごい。でもさ、なんかさ、そう思うとさ、本当にさ、ちょっと話が二転三転とかいろいろしちゃって申し訳ないんだけどさ、いっぱいさ地方のさショッピングモールのさイベントだったりとかさ、外のイベントだったりとかさ、コンサートだったりとかさ、させてもらったけどさ、ガイシーでやらせてもらったりさ、埼玉スーパーアリーナでやらせてもらったりさ、本当に大きいところでさやらせてもらっててさ、そんなチームってなかなかないじゃん。そのチームだけでだよ、普通さそのチームだけってないことじゃん。だから本当にエイトだからこそああやってできてすっごい嬉しかったなって思った、やっぱり。うん、あんなね大きいところでさできたのも最初で最後だったからさ、まあまあ最初で最後だったっていうのは、そのこれからの AKB がもしかしたら立つかもしれないけど、私はもうAKB では一旦離れてしまうから、私としてはここで一旦ね終了だから、過去形で話させてもらうんだけども、もしねこれからの AKB がね、もしかしたらそのまたね埼玉スーパーに立ったりとか会社に立ったりするかもしれないから、それはまた別の話として、話として私はねここで一旦離れちゃうからっていうので、過去形というかっていう話の言い方をさせてもらうんだけども、そう、そういうやっぱ大きいところに立たせてもらえたってやっぱりなかなかすごいよね。なんかあの時は本当に忙しかったし、あの時もすごい嬉しいって思ったんだけど、思ってたんだけど、でも改めて今こういう状況になって考えると、もっとありがたみだったりもっと凄みが感じる。うん、その時は結
あ、ナーラブさんタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そう、やっぱその時はさ、その時でやっぱ思うけどさ、でもやっぱりその時はその時じゃん。だけどこうやっぱ時経って、まあ、もっと大人になり、いろんなものが見えてくるというか、分かってくる現状況だったりとか込み込みで、なんか本当にすごかったな、エイトって。別になんかエイトの話ばっかりになって申し訳ないんだけども、私がねちょっとエイト歴が長すぎてエイト歴が長すぎて、そのやっぱチームの話ってなるとエイトだし、いろんな経験したのもエイトだったからっていう意味で、そういう風になっちゃうんだけど、なっちゃうんだけど、でも本当に AKB のじゃんけん大会とかだったら、一番最初ってエイトって47人もいたから、エイトだけで予選して勝った人が AKB のじゃんけん大会の予選に行けるってい もう予選の予選をしてたわけですよ。で、一番最初のじゃんけん大会の予選、私たち行けたんですよ。私となおちゃんとひーちゃんが3人勝ち抜いて行ったんですよ、じゃんけん大会で。キーちゃんに即負けした、確か。そうフフフ、夏いでしょう。そうでね、じゃんけん大会もあったし、あとは、あ、リッチーさんとありがとうございます、ありがとう。だし、あとは AKB 運動会っていうのもあって、運動会をしてたんですよ。エイト本当に運動神経いい子が多くて、毎回エイトっていい成績を残してたんですよね。みんなすごかったから。でもうなんかエイトが結構いろんなものでいろんなものを勝ち取ってたから、本当にエイトすごいって言われてて、運動会は本当にねエイト強かったそう、なんか運動神経がいいメンバーだったりとかもいっぱいいたりとか、女性ファンの仰天ゆり子、15歳の最後ですだってありがとうございます、多分ありがとう。だから本当に強くて、なんかそういうのもイベント、 AKB の昔のイベントごととかも強かったし、なんかすごいよね、なんか本当にいっぱい怒られたし、なんかいっぱい本当に怒られた。なんか自分らの10代の時にって本当に怒られてなんぼっていうレベルでも、怒られてしかなかったくらい怒られてきたけど、でも本当にねそれがあったからこその基盤だったと思う。みんなが緊張だったし、みんな本当クソガキだったから本当にね大変だったと思うし、でもすごくなんだろう、その全国ツアーさせてもらっててね、全国ツアーを一緒にしてくださっているその現場の、あのなんて言ったらいいんだろうね、現場の人って言ったらいいんかな、といっぱいいろんな歌詞を回ることができて、でもそれでそのそういうチームの人たちがすっごいチームメイトのことを好きって言ってくれてて、
そう。でね、ツアーもいっぱい一緒に回れたし、なんかすっごいいろんなカカエイトでお仕事させていただいた時に関わってくださったスタッフさんだったりとかが、本当にエイトのこと大好きってすっごい言ってくださって、そう、本当にたくさんの人がチームエイトのためにたくさん動いてくれてたし、チームエイトのこと本当に可愛がってくれてたから、なんかすごく未知のことをたくさんやってて大変だったけど、でもそうやってたくさんいろんな関わってくださった方がチームメイトのことを好きになってくださったのはすごく嬉しくて、なんかそういうのってやっぱいいなって 自分はめっちゃ思った。結局怒ってくれる人たちもいるっていうのもね、また恵まれてる話だし。そう、もう怒られてばっかだったからね、本当に コンサートやるたんびに、イベントやるたんびに毎回毎回怒られて。あ、ニキオさんタワーありがとうございます。ありがとうわー。あ、ナラブさんタワーありがとうございます。ありがとうわー。最初のパーティー公演から始まり、もう、パーティーちゃっちゃうんちゃーでもダメーって言われてたもん。うん、合宿で。先生に怒られて。みんなダンスやったクソだし、レッスン着なんかみんなチカチカしてる服ばっか着てたし、今じゃみんなモノクロよ。どうしたんっていうレベルで黒い。自分も真っ黒だけど、レッスン着。みんなあの頃はカラフルだったのよ。そう。ダンスもね、みんな上手じゃないし。本当にね、すごかったな、なんか。パーティー、それオンデマネリバイバル配信ね、させてもらってて、私結構いろんな公演選ばせてもらってたんですけど、パーティー、会いたかった。で、MT 挟んで、で、もう一回リバイバルやったんですよ、パーティー会いたかった。そう。で、決断。雫。サムネイル。で、アナ先生公演か。アナ先生公演いた？いてないか。そう。そう、すごいね、だから。コロナも挟んじゃったから。おうち公演だったりとかもあったし雫もね、16人から8人に途中で変わったりとかしたりとかしてたし、あの先生公演千秋楽やってない結局。 マーニャンさんどうもありがとうございます。ありがとう。そうなんですよ、だから結構公演はやってました。週の半分公演に出てた時とかありましたし、本当に1日3公演とかあった日ありませんでしたか？ありましたよね、1日3公演。1日3公演、1日2公演、何日連続とかも全然ありました。1日2公演、何日連続でーみたいな。全然あった。懐かしい。ようやってるわ、本当自分。ギャちゃん、せいちゃん公演もね。やってたしね。コンサートでもあったよね。
朝ピット朝公演、おやつ公演、夜公演みたいなね。そう、いやもうドタバタよドタバタ今じゃ3公演ないね。豊洲は4回だったよ。だってファンの人やばいじゃん。あれかチーム分けのプラス全員のやつか。やばい、1日4回ってどういうスケジュールで回したら1日4回できるねんって話やん。で朝がね、1公演目が朝めっちゃ早かったから、じゃあエイトくんパンを配ろうっつってエイトボくんパンを配ってたんですよ豊洲で。そうで自分らが裏口にね入るときにこう橋があるじゃん。あそこでねファンの人たちがねカッパかぶってね並んでくれてるんですよ。朝早くて天気悪くて雨降っててもうファンの人たちがカッパ着て橋のところで並んでんの、行列作ってバーって。ねえ、でも自分らはそれでパン配りをしてたんですよ朝。ありがとうございますって言いながら、そうパンを配ってたの。その時の集合のメイク時間とか、まあ、5時とかだったからね、5時からメイクやってるから。そう、もう本当にねファンの人もしんどかったし、メンバーもしんどかったし、もうこれスタッフさんも大変だったし、なんか本当にすっごい面白かったそう、いや本当にね、1日4公演ってこうどうやったらできるようやってたよね、怖すぎ。でもそれでなんかその裏とかで、だからメンバーが倒れましたみたいな、あまりにもハードなセットリストだったから、じゃ誰か代わりにユニットとかやってたんよ裏で。あのキュートクールアダルトみたいな感じだったからさ、もうさクールメンバー、ダンスメンバーがダンス曲がマジでダンス曲しかしなくて、でダンス曲ってシンプルにしんどいんですよ。あれめちゃくちゃ1曲が、1曲の体力消費がすごすぎて、そうそれでも倒れちゃったりとか、ちょっと体調が悪かったのに頑張っちゃったから倒れちゃったとか結構あって、もう裏はバタバタで本当にね大変だったのよ、ね、面白いでしょ、楽しいよむちゃくちゃすぎて楽しいもうだからなんかその後とかいろいろあったけど、マジヘでもなかったって感じ。なんかいっぱい2公演かって感じだったしねそう、本当にみんな疲れきてた本当にみんな疲れきってた、もうやばかった。もう本当にだってその時の755とかみんなさ2時とか3時とかにさ、やばい覚えられないんだけどみたいなさ、そうもう睡眠時間2時間3時間でみんなさ振りをさ家でさやばいやばいって言いながらやってさ、なんか公演の合間でさ急にみんなの練習が始まるんよ公演のメイクのさ鏡のところで急にさ練習が始まったりとかさしたりとかさしてたりとかしてたの、本当に面白い。なんかそういうのってやっぱりなんだろう、なんかあー素敵って思うし、夏は夏で夏フェスがすごい多くて、エイトってエイトで出させてもらってたから、あれ何年前、2年前、違うな、コロナ前のフェスかな、
めっちゃ私夏フェス出させてもらってた時期があって週に1回夏フェスとか出てたんですよ。そうだからなんか例えば3日にフェスがありますってなって、で3日のフェスのレッスンもするけどその後のもっと先の16人の AKB としてのフェスのレッスンもしてみたいな、なんかもうこうなってんのレッスンが日程が、だからもうわけわかんなくて あれみたいな、そう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 、なんかよくわかんないことになってて、なんかもうフェス祭りみたいな感じの時期ありましたね。なんかすごかったよねあの時期ね、フェス出まくってたもんね。なんか AKB の方と8の方と出てて、そうだからなんか毎週毎週何か覚えてて、なんか次のあれ次は何だっけなみたいな、何のフェスみたいな、何のフェス覚えるんやっけみたいなことをメンバーと言ってましたよく。なんかもうリハやるけどとりあえずみたいな、なんかじゃあいつ、ただもう大げさに言うとじゃあ5日のリハをやります、やりました、でも3日に違うフェスがあります、よし5日のフェスのことは一旦忘れようリハやったけど一旦忘れよう、よし3日のフェス覚えて、で終わったらもう1回起こすんよ自分で曲もかぶってたりしてたからさ、そうで人数感も違うともうごちゃごちゃになったりとかしちゃってて、なんかそんなこともやってたんですよ本当に。ね、本当にそういうことを やってました。楽しい、楽しかった本当に。もう本当にクマひどかったけどねうち睡眠不足になると本当クマがひどくなっちゃうんだけど、もう本当にクマがひどかった。なんかクマがひどすぎてメイクでクマ隠れなかったけど、まあぶっちゃけどうにでもなるでしょうみたいな感じのところはあったから、うん結構クマやばかったけど全然って感じで、でももうね今それやってくださいって言われたらもうできない。なんかあの時はもうあの時で若かったし、なんかやっぱりそれはそれでメンバーと楽しかったからできた、いい意味で無邪気だったのかもしんない、体力もあったし若かったし、そそう、すんごいよかったよね。あー坊ちゃんイベントあったね、なんかすごいいろいろとね、ショールームとかも結構みんなでお酒と配信したりとかもやってたし、すっごいね楽しかった。なんかやっぱりチームってやっぱいいんですよ、チームメイトで兼任になってどうなるんだろうって思ったけど、それはそれですごい兼任先でも楽しかったし、よりソンエイトで集まった時がもっと楽しかったし、でエイトが付き合いになって兼任だけの方になって、今もうチームすらなくなっちゃって、なんかでもやっぱりねチームってねいいのよ、今もうチームないけど AKB しかないけどチームってねいい、おーい勝手になった前に座ってないよ、怖い怖い。なんかチームってさいい意味で
なんか自分たちのチームが一番いいコンサートにしようねみたいな、自分たちのチームのパフォーマンスが一番良かったって言われるようにしようねって。でも私たちの、私が所属したチームってすっごい嬉しいことに全部チーム4だったんだけど、私結局4だったんだけど、ずっと A っぽいって言われて MT のアンダーにはなったことあったけど、 A のアンダーになったことあったけど、ずっと4だったんですよ結局ね。だけどすごく嬉しいことに、スタッフさんとかもう本当に、村山チーム4の時もそうだったけど、すっごいパフォーマンス、劇場の手綱公演の時もすっごい全力だったし、あれ曲も曲っていうのもあってすっごい全力だったし、なんかダンスの先生とかにもすごい協力してもらって、結構ねキャプテンがストイックなところもあったからっていうので、すごいパフォーマンス力が高くて、なんかチーム4が一番パフォーマンス良かったって言ってたんだよっていうのをマネージャーさんから聞いたりとかするのもすごく嬉しくて、でやっぱクラのチーム4になってもナルがね、やっぱパフォーマンスとかも結構やっぱ上手いメンバーだったから、あ、お休みメールが送れなくなる時間だ、やばい、ちょっと先にお休みでお休みだけ、そう、何の話だっけ、そうだったから、結構ねすごいパフォーマンスとかもみんなでめっちゃ合わせたりとか、すごい細かくこだわったりとかしてたりとかしてたから、本当にパフォーマンス力をどっちのチーム4でも褒めてもらうことが本当に多くて、なんかもう自分の中ではそれがすっごいなんか嬉しかった褒められるチームに所属できたこと、ストイックなあれができたこと、めっちゃね自分的にはすごく幸せだぜってちょっと思ってしまったんだよ。普通に写真2枚までしか送れないや、とりあえずメンバーとの写真を送ろうと思って、なんかもうなんか載せたか載せてないか分かんないけど、ちょっと多分載せれないと思う。じゃあみんなとのツーショットとかスリーショットとかを今結構送ってるんだけど、送ってるね。そうでしょう、チーム4のパフォーマンスがめちゃくちゃ良かったでしょ。そうなんですよ、すっごいそれは本当にスタッフさんとかにも褒めていただくことが多くて、自分としてもすごくなんかちょっと誇らしいというか、それで一緒に入れたこと、そのチームに所属できたこと、まあ、本当にねありがたいなと思って、そういうので結構こう磨かれたりとかそういうところはたくさんやっぱりある。ちょっと待って、あるからね、え、そうだよ、私大人っぽいって言われてたけど、今と比べるとだいぶお芋さんだよ、お顔だいぶお芋さんだよ。え、マジで香川県産の芋だったからね、しっかりと
あの多分当初あの中で見たら大人っぽいなって思ったかもしんないんだけど、今見るとあのしっかり香川県産の芋。そうじゃん、仕方ないよ、だって香川県産の芋なんだもん。でも本当にブサイクだった、ブサイクって言われてたもん、うち。ブサイクって言われてた。なんか違うのよ、写真の撮り方が本当に下手くそで、なんかファンの人とか握手会とか来てくれる人とかも、わあ写真より全然生の方がいいねって言われて、でなんかもあのメール管理してるスタッフさんとかからも、写真撮り方下手くそちゃうってめっちゃ言われてて、でもさ今まで写真なんて撮らんやん自分で、撮り方なんて分からんやんってなってさ、でメイクも今までしたことなかったけんさ、アイドルになってメイクを始めたわけよ。そしたらさ本当にメイク減ったクソでさ、なんかファンの人にもねブサイクだったって言われたし、この間のクスカでだし、まあ、正直自分でもブサイクだったとは思ったし、本当にしっかり芋だった。そう思ったらまあここまでこうなったんですよ、人間って。ここまでこうなるんですよ、やっぱり普通に生きてると。でも本当にブサイクだった。でもなんかなんででしょうね。でもエイトは本当にみんなやっぱり香川県田舎民だから、みんな香川県産、香川県産じゃない、みんな芋ちゃんって言われてたけどある時からみんな本当にやっぱお仕事いっぱいさせてもらってて、もうなんかすっごいエイトってみんな可愛いねって言われるようになったんよ。スタッフさんとかからあんなにエイトちゃんあんまり可愛くないみたいなって言われてたけどなんとエイトちゃんはみんな可愛いねって言われるようになりました。やっぱりね、みんなお芋さんだったんですよ、お顔が。そう、そうなんです。だから可愛くなりますよ、みんなも。そう、ああ苗字がね、いやでも私はその苗字がインパクトが強すぎて苗字に負けてました。自分が苗字はすごくインパクトがあったんだけど、苗字は覚えてるんだけど誰だっけみたいな、どの子だっけみたいな、名前負けすごいしてて一致しない、苗字はわかるんだけど顔が一致しないってすごい一時期すっごい言われてて、そうっていう時期もねあったんですよ。なんかね、苗字珍しいなって思ってて、名前は知ってたよみたいな、そうっていう人がすごく多かったの、その時。そうだから結構苗字に負けてたんですよ私。そうなんです。そういえば2時間になりましたけども、まあもう本当にね、まあ総括島だって締めとしたら、なんか本当にさ高校生の3年生の後半から始めて、でうーん
まあ、何回か途切れましたけど、何回か途切れて5分だけやったりとかして、んでそれでも続けて、結局本当に続いた6年かな、この間6周年迎えたから、もう高3からずっとやってて、毎日アイドル、あの明日からはもうやらないということで、なんか今日でこんだけ染みついた習慣が一瞬にしてなくなるのって、なんかどんな感じか正直自分でも分からなくて、だって高3からやってた習慣が、っていうかショールームの時間を気にして仕事してた私がそれを気にしなくなって、 AKB の仕事もしなくなって、どんな感じかなって思うんですけど、でもあ明日はできないんですよショールーム。あの、なんでかって言ったら、そもそもショールームが、6月2日からしか無理なんで、その引き継ぎの兼ね合いがあって、そうなんですよ。だからちょっと明日の方がさらっとはできないんですけど、そう、なんかこう気軽に配信するものがなくなったりとか、あとは昔だった755だったり、ウィーバースだったり、メールだったりとか、こうしれっとね、軽いノリでね、何かを聞くことができできる場所がなくなっちゃったって、なんか10年もやってたから、そういう場所なくなっちゃったの、すごい寂しい。本当にしょうもないこととかでもさ、さらってさ聞けたじゃん。そう、なんかそうなんです。なんかまあ KLP として何かをやるとかだったらね、あれですけど、そうそうそう、私はあの、皆さんすごいいろいろ言いますけど、あの私卒業ではなくて、所属が変わるので、それは所属の事務所の意向があるし、いろいろ考えがあるから、なんか個人のね、一個人になるんだったらいろいろとね、そういうのもあるかもしれないけど、やっぱりあの、なんだ、団体の中に所属は変わらんので申し訳ないですけど、この辺はちょっとこういろいろとね、うん、そこはちょっと卒業ではないっていうところは間違えないでいただけたら、私はまだアイドルです。いや、まあ本当にね、春太郎さんとはありがとうございます。ありがたわ。いや本当にもうこれは自分が悪くてですけど、ショールームでファンの人を増やして、ショールームでファンの人を減らしたという、なんか本当に良くも悪くもいろんな経験をさせてもらったショールームだなっていうふうにはすごく思いました。もう本当にショールームのことでぶっちゃけめっちゃ悩んだし、もう正直やりたくないなって思った日もありました。毎日毎日やるのって、もう誰に何を言っても本当に尊敬するって言われるんですよ。私だったら無理みたいな、私だったら毎日は無理だよみたいな、で正直自分の機嫌が乗らない日だってあるしみたいな、それをやってるのはすごいよねみたいな、正直本当にやりたくない日もありました。忙しいし疲れてるし、それどころじゃないよっていう日も正直あったし、そう、ファンの人にももうやめたらショールームみたいな、いいことないよみたいな、それでやってる意味ないと思うっていうのもすっごい言われたし、もうそれは自分でも思ってたし、ひでゆきさんタワーありがとうございます。ありがとう。そう、正直すごくショールーム続けるか続けないかなった時、めちゃくちゃ意見分かれました、ファンの人の中で。そのファンの人の表だっては分かんないけど、そのやっぱり私に届くそのコメントとかをね、やった時に続けてほしい、楽しみにしてる、毎日日刊してるし、なんかそれを見ないと一日終われないんだよっていう人もいれば、もうこれを機にやめたらみたいな、やってても意味ないと思うよみたいな、
今のままじゃってやめた方がいいって思うっていうのも意見めちゃくちゃ少なくはなかったです。正直めちゃくちゃ多かったです正直なところね、めちゃくちゃ多かっただけど、まあ見てくれる人もいて、ゲリラでやって見てくれる人もいて、結局今日まで続けられて、もう明日から毎日アイドルはなくなりますけども、本当にね皆さんのおかげで続けられましたし、逆にね本当に今まで見てくださった、日課として見てくださったファンの方からすると何だろう、この日課が終わってしまう、私と一緒でこの日課が終わってしまうっていう慣れないまた日々が続くと思うんですけど、でも大丈夫、日課もあれば慣れるさ、私も慣れれるかなと思ってますけど、なんか多分不意にあショールームやんなきゃとか、あ不意に SNS やんなきゃって多分思ってしまうんですよ、どうしても。やっぱりもうねこんだけ続いて染みついたものだから、そうなかなか簡単にはやっぱ終わらんというか、あれないんですよね。けどまあ一緒にねなっていって、新しい、新生活じゃないですけど、そうになんかこう、なんて言ったらいいの、そうまあそれにをね受け入れて応援していただけたら嬉しいなと思います。多分ねまだまだそこまでね受け入れられてないっていうか、結局この背中をとりあえず押してみたものの、複雑だなっていうファンの人の方がやっぱ多いと思うんですよ、どうしてもね。卒業そのまあやっぱり一席ってなった時にやっぱりもう寂しいが一番多かったです、コメントとしては。コメントとしてはもちろんだし、まあそれはねやめてくれて日本にいてくれて、やめて舞台やったりとかファンイベントやってくれた方がやっぱ会えるし会いやすいからの方が嬉しかったって言われたりも正直まあしました。本当にいろんなメンバーが卒業していく中で、まあ卒業をね視野に1ミリもなかったって言ったらそれは嘘ですよ。私もだって正直なんかいつまでいるのかなみたいな、さいつかまではわからないよっていうことをずっと言ってたし、その私は本当に嘘はつけないので、なんかそんな何年もいるつもりないのにあと10年はいますなんて口が裂けても言えなかったから、分かんないよっていうことはずっと言ってたし、ファンの人も年齢的にもいろんなメンバーが辞めていってるっていうのも感じて、そろそろ卒業かなゆりなちゃんもって思ってたらしいの。だったら卒業じゃなくて移籍かいみたいな、図工みたいなっていうコメントもいただいたりとか、まあ正直あったし、やっぱりどうしてもこうね、会えないとモチベーションも難しいだろうし、そうっていうのもあってあれだったし、もうちょっとアイドル続けてほしいって言われたし、私もアイドル続けたいと思ったからこそ新しいチャンスいただけたっていうことで、もうアイドル人生年的にもそんな長くないから、最後自分のなんだろう、今まで絶対自分がしてこなかったような決断をして違う世界に飛び出して、もっともっと視野を広げたいなって思ったからこそ決断をしたし、正直離れるってなるともう寂しくてたまらんのんよ普通に。だってこんだけ周りに聞こえてくる音が分かりやすい音で、自分が何したすんだ分かる音でストレスなく会話ができて、仲良しなメンバー同期がいて、喋りやすい同期がいて、いつも支えてくださってるマネージャーさんがいて、劇場に行ったら
ずっと一緒にやってきたスタッフさんたちがいて、それが一気に変わるんだもん。周りは何言ってるか分かんないし、これから一緒にマレーシアでやってくスタッフさんも初めましてだし、KLP 立ち上げだからそれこそ未知なことたくさんあるし、マレーシアはあんまりその芸能っていうのがそこまでこう日本ほどは確立してないらしいから、やっぱりマレーシアのスタッフさんたちも結構探り探りのところ頑張ってくださってるところがすごく多いので、やっぱりね、その今までの AKB みたいにこう前例というか基盤がしっかりあってっていうわけではないから、それよりも不安でしかないしね、シェアハウスだし、何をどう準備して何をどう持っていって何がどうあそこあっちではあるのか分かんないし、もうその不安なこと言ったらキリがないよっていう。だって仲いいさメンバーとかにもそんなにも絶対会えないしさ、家族にだってさ全然会えないしさ、そう、だから不安なことを言ってしまえばいっぱいあるんですよ、ぶっちゃけ。だけど壮行会もそうだった。私はなんか正直いやもうめっちゃ不安、なんかその壮行会の日に何をかなってこういろいろ考えた時に、不安だっていうことを文章の中にどうしても入りそうになったことはめちゃくちゃありました。めちゃくちゃあったけど、でもあんまり不安不安しいことを言って、じゃあ行くのやめたらとか、じゃあ行かなくていいじゃんって思ってほしくなくて、ファンの人とかに。だからやっぱりそういう風にはしたくないなと思って、壮行会の終始ニコニコな感じでやらせてもらいました。それはもうもちろん不安がないといえば嘘です。ただマレーシアに行ったとしても応援したいと思ってもらいたくて、頑張ります。なので今後どういう活動をどうやっていくか、まあ、劇場とかがないんで、そうまだね劇場がないから、その AKB の時みたいにこうシアターに前に立ってとかがないから、それまでの劇場ができるまでの期間どういう活動をしていくかっていうのはまだまだ全然分かんないんだけども、まあまあなんか楽しそうな報告ができたら、嬉しいなって思う。ますます。まあそんな感じで2時間15分ほど喋ってるんですけど、そろそろ、はい、終了にしたいと思います。これタワーとか全然私分からんわ。うわ負けた、水撒いた、決めて。そうちょっと待って、ないからだろうね、タワーの人が。ちょっとタワーの人がないからがわからない。ウェーン
あ、でもでもおかやんさんからじゃない、22位からじゃない、どう、合ってんじゃない、合ってる合ってる合ってるんじゃない、違う、合ってないかな。あ、ママが送ってくれた、あ、違うって、あ、その上からかな、21位からか、なんか送ってないのに送ったとかなったら超ひかるゆくゆくさんからか、あ、20位からか、20位からでした、すいません、投げてないのに申し訳ない、20位からでしたね。じゃあちょっとタワー投げてくださった方々をちょっとね、たくさんいらっしゃいますので読ませていただきたいと思います。秀幸さん、猫タワーありがとうございます。春太郎さん、猫タワーと頑張った掛け10、ん、ちょっと待って、そういうことか。はい、そしてですね、で女性ファン仰天ゆり子15歳最後ですさん、パンダタワーありがとうございます。そしてナーラブさん、猫とパンダタワーありがとうございます。んで光る 400X さん、パンダありがとうございます。それで、サーマサさん、猫ありがとうございます。んーね、リッチーさん、猫とパンダありがとうございます。それで次がカズさん、猫ありがとうございます。で地道な走り屋さん、パンダと口紅が20かちょっと30かわからない、20か30かちょっとどっちかはママがわからなくなっちゃったって言って、でありがとうございます。でマックスエイトさん、パンダありがとうございます。ナッティさん、猫ありがとうございます。アーさん、猫ありがとうございます。マーニャンさん、猫とパンダありがとうございます。つかいしーさん、猫ありがとうございます。ロバさん、猫ありがとうございます。ユミゴンさん、猫ありがとうございます。シンドさん、猫ありがとうございます。ワイマツさん、パンダと猫にありがとうございます。ニケオさん、クマタワーとパンダと猫とありがとうございます。んでボムジンアットミューディーさん、パンダありがとうございます。んでラストですね、ザック1973さん、猫タワー2と10万字クマワッショイタワーありがとうございます。その他にも皆さん投げてくださったりコメントしてくださった皆さんありがとうございます。今ね、読んだのは、
ストタワーとかを投げてくださった方々を読ませていただきました。ほんでランキングの、あ、なんかちょっと待って飛んできた。ひろくんさん、猫ありがとうございます。たかさん、猫ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。でランキングに戻ると、ランキングが壇上が13位からなので、ちょっと13位から読めますね、ランキングを。今から今のはタワーを投げてくれた人を読んでるだけで、別にランキングを読んだわけじゃなかったので。あ、ひろさん猫もですね、猫2個、ありがとうございます。じゃあここで、で13位からランキングを読んでいきますね。壇上ね、13位近いしさん、マレーシアに行っても変わらず応援してるよ、ありがとうございます。12位ロバさん、11位ナッティさん、10位マックセイトさん、9位ヒロくんさん、8位アーさん、7位リッチーさん、6位マーニャンさん、今までもこれからもずっと言い直しありがとうございます。5位ニキオさん、お疲れ様、一席してもずっと最推しです、だってありがとうございます。4位ワイマツさん、 KLP でビッグ仰天になるのを楽しみにしているので、だってありがとうございます。3位ハルタラさん、 KLP でも頑張って仲良しキャラ楽しかったよ、だってありがとうございます。2位はジミチャシアさんで、 KLP 関後森奈さんが世界一の神推しだってありがとうございます。そして第1位がザックさんで、これからもずこれまでありがとう、ずっと運命の推しメンでした、ってありがとうございます。ありがとうございます。すごい、なんかもうなんかすごい すごいことになっとる、タワーが。よし、ちょっと待って、あれを読みたいんだけど、どうやって見るんだっけな、なんか累計か合計かみたいなやつ、あれどうやって見んの、あれ地味方わかんないんだけど。あー、ちょっと待ってくださいね、あの読むんで、あー、そんな焦るな焦るな、みんな、待って、どうやって読むの、私読み方わかんないんだけど。ライブランキングの横、あ、これか、来た来た、あ、30位まで表示されるから、じゃあ30位から読もう、ちょっと待ってくださいね、僕ちょっと喉がそろそろしんどい、なんか乾燥してるんだわ今。よし、じゃらん、30位ツッチー、ずっと大好きな人だし応援してるよ、伝われありがとう。29位ふふさん、28位やめさん、27位くましろさん、26位きみなみさん、25位食べ過ぎ、あ、ばばば、間違えた、食べ過ぎ飲み過ぎ、ゆいのはすごいのよ、だからきっと大丈夫、ありがとう。24位トティタピたはー、トキタピさん。23位カラッチありがとうさん。22位リュッケさん。21位アキコさん。24位思いっきり暴れてきないってらっしゃると、暴りやしないけど頑張りやす。19位ヒテツーさん。18位キリアさん。17位カズさん。ユナナどこにいても、これ読めない、に行っても大丈夫、ずっと応援し続けない、ありがとうございます。16位メトポリさん。15位アキアさん。14位コヨシさん。13位オカヤンさん。これからもずっと自慢の推しです、だってありがとう。12位マックセイトさん。11位ワイマツさん。ケルピルビッグ業で何を楽しみするの、ありがとうございます。
ジョイシンドさん、一生言い直し See you in マレーシアだって、ありがとう。ケイユミゴンさん、これからもずっと応援してよって、ありがとう。ハチマーニャンさん、今までもこれからもずっと言い直し、ありがとうございます。七色ばさん、八間違えた、6位ナッティさん、5位ヤングさん、4位近いシーさん、マレーシアに行っても変わらず応援してよ、ありがとうございます。3位春太郎さん、なんだかんだ好きだったかも、わらーってな、わらー。2位タカさん、さよならじゃないしばしの別れさだって、いや別れではないんよ、ごめんやけど別れではないよ。そんな会いに来てくれたら別れではないから、待ってるよ。そして1位が地道な橋さん、 KLP 関がみなさんが世界一の髪を好きだった、ありがとうございます。はい、というわけでですね、まあぜひ皆さんマレーシアに来てくれたらゆりなちゃんとはいつでも会えるんで、マレーシアにみんなが来てくれること、そしてマレーシアに来れる何かイベントがたくさんできるように頑張りたいと思います。じゃあちょっとこの素晴らしいあれを写真に撮っとこうというの、まあみんな明日6月1日もよろしく。僕も6月1日は仕事もある、頑張ります。よし、オッケー。じゃあそんなわけで本当に2時間半もロングロングありがとうございました。じゃあそんなわけでですね、いやー明日メールね送り忘れるかもしんないわ、朝ね仕事をしててね忘れそうマジで、わらわら。宿所タイムとかしないの？宿所タイムしないの？え、してほしいって言われるんならするけど、しないの？って言われたらしないかもね。いやいや、やってあげるよ全然、いいよいいよ。よし、じゃあやりましょう。じゃあとりあえずピースから、はいチーズ、あとはじゃあとりあえず僕の綺麗なハート、ちょっとネイルはげてるんで気にしないで、はいチーズ、じゃあこっちのハートも最近よくする、はいチーズ、あとこっちも、はいチーズ、あとはこっちも、はいチーズ、あとはこれも、はいチーズ。じゃあ AKB の AA、 はいチーズ、 AK、 はいチーズ、B、 うんチーズ、フォー、はいチーズ、最後8、はいチーズ、はい、いかがでしょうか。
撮れましたか皆さん。イエーイ撮れた、ありがとうございます。じゃあ本当に毎日アイドルは今日で終了になりますので、本当に46563人の皆さんありがとうございます。ショールーム結局私どれぐらい続けたんだろう、何日っていうと日数、あヨッピーさん滑り込みですいません、タワーありがとうございます、ありがとうありがとうございます。そうですね、何日日数で言ったら結局ルームレベルは3121です。ということは3120ルームレベルって何なんそれ、え、ここ日数、それ毎日アイドルの日数じゃん。ああじゃない、毎日アイドルだって途切れてるもん、ゆりなじゃない日数の話してるの。毎日は2431だけど、だけどもっとやってるのよ私、もっとやってんのは分かんないか、うん、分かんないね。じゃあね、ルームレベルがいいの日数かと思ってた、そんなわけないか。じゃあまあとりあえず毎日アイドルとしては2400だけど、まあもうちょっと多いってことだよね。高3の終わりぐらいから始めたから、ね、そんな感じです。本当にありがとうございました皆さん。じゃあ本当に終了にしたいと思います。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。またいつか配信でお会いしましょう。本当に長い間2時間半も付き合ってくださってありがとうございました。たくさん振り返りできてとっても楽しかったです。じゃあ AKB48 の仰天ゆりなでした。本当にありがとうございました。バイバーイ。